多摩プラザからの千尋。どうもカヨレット奥谷千尋です。さあ今日はですね、改めまして多摩プラザ駅にやってまいりました。何やらこの近くに被写体が人じゃない写真スタジオがあるということなので、どんなスタジオなんでしょうか。レッツゴー。はい、ただいまの時刻8時47分でございます。車で約10分ほど来たところに今いるんですが、見てください、もう住宅街ですね。閑静な住宅街が並んでおりますが、この辺りに被写体が人じゃないスタジオがあるということなんですが、どういうことなんでしょうかね。はい、後ろの白い建物が今日の宣伝先になります。こちらですか。こちらがその被写体が人じゃないスタジオ、カメラスタジオがここにあるということなんで、これはワンワンありがとうの日。失礼します。こんにちは。あ、すいません、朝早くに。はじめまして。あ、こんにちは。あの TVK の猫の額ほどワイドという番組から来ました、リポーターの奥谷千尋と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はじめまして。かわいい。何あ、モルバンと言います。モルバン。はい、男です。モルバンくん。はい、あ、かわいい。こんにちは。こんにちは。あのですね、今日被写体が人ではない写真スタジオがあるとお聞きしてやってきたんですが、はい、つまりここで合ってますか。合ってます。もうなんか雰囲気違いますもんね、この この建物だけ。ここは何を専門に撮るスタジオなんでしょうか。ここはですね、犬専門のフォトスタジオになっております。はい、ワンちゃん専用。はい、で、スタジオの名前がワンワンありがとうの日。ありがとうの日と、はい、わ、素敵なお名前ですね。ありがとうございます。もう本当にワンちゃんしか撮ってないんですか。そうなんですよ。ワンちゃんとご家族様を撮影させてもらってるんですけど、はい、ワンちゃんがいないとご予約できない。そしてこちらのお写真なんですけど、はい、この子はモルバン君っていいんですか。モルバンですね。うわー、かわいい。奥の方にちょっと気になるものがあるんですけど、はい、ありがとうございます。こちらは日本で最も犬の撮影をしているフォトスタジオとして日本記録をいただいております。すごっ。大体どれくらい、はい、今オープンから4年目なんですけど、今4000頭を超えました。4000頭。はい、やられる前はどんなお仕事されてたとかあるんですか。音楽エンターテインメント業界で音楽、はい、ライブ写真とか、はい、CD のジャケットとか、はい、撮影させてもらってました。韓国アイドルグループさんの、はい、専属でも撮影させてもらってて、そのグループが解散をするんですね。あ、はい、そのタイミングで収入がガクッと下がってしまいまして、あ、これは自分なりのコンテンツを持たないといけないな、うん、人を撮る写真館をスタートするんですけど、はい、最初はお客様の集客ができなくてす、ね、うん、すごく困っていた時にワンちゃんの、イベントを主催するっていうお客様いらっしゃって、はい、そこで出張撮影にロゾンさん来てもらえないですか、うん、出張撮影に伺うと1時間で15頭のお客様のワンちゃんを撮影させていただいて、はい、すごく喜んでくださったんですよ。それをきっかけに、あ、ワンちゃんの撮影をやっていこうっていう。なるほど。確かになんか、ま、ワンちゃんも家族ですから、はい、一緒にね撮れる思い出として残せる写真館あったら嬉しいですもんね。そうですよね。まさにこの白バックを背景に撮るという感じですかね。はい、そうなんですね。一番この白のみで撮影をさせていただいてます。なるほど。 こだわりとかあるんですか。うちはですね、ワンちゃんの、撮影によくあるワンちゃんがこうお立ち台に乗ってクラッシュを飛ばして撮るっていうのが通例なんですけど、うん、それ一切なくて、うん、ワンちゃんもこうリードを外してこう自由にこう駆け歩きながらですね、はい、ご家族様と遊びながら撮影できるという自然体なスタイルで、はい、撮影をしております。この日来たのは岡崎さん一家。撮影の様子を見学させていただきます。そう、チムちゃん、そう、チムちゃん、ほら、惜しい。お、撮れてる。
もう撮れてる。ありがとうございます。シャッター音とかしないんですね。そうなんですよ、ワンちゃん驚いちゃう。ああ、そういうことか。ティモちゃん、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 かわいい。興奮してる。遊びたいんだ。ちまさん、ありがとう。上手。ちまちゃん、なんか食べてる。ありがとう。ららららららら、ら上手。今日もありがとう。写真撮影じゃないみたいな。あ、嬉しい。嬉しいです。会話ですもんね、なんかね。不思議な赤い人が混じっちゃいましたね。どうですか、撮られてみて。すごく大切に思って。奥谷くんを、はい、道道さんに撮ってほしいなと思ってて。お、だってここ犬専門です。ダメですよね。 なので、はい、まあ、犬になりきる。何言ってるんですか。ちーちゃん、ちょっと甘じっぱい。いいですね。犬に見えます。犬に見えます。これで犬役も来ますね。等身大フォトブックっていうアルバムになってまして、はい、ワンちゃんの等身大の姿を一冊の本にできるっていう商品なんです。あ、こういうことか、等身大っていうのは、はい、これすごい。これは欲しくなるね。撮ってもらいたくなるね、これは。またスタジオの外にはワンちゃんが走り回れるスペースもあるんです。ここでワンちゃんの自然な姿を撮影できちゃいます。さらにカフェスタンドも併設されていて、バリスタの太田さんが美味しいコーヒーを入れてくれました。いただきます。あ、美味しい。深い、柔らかい、優しい味がします。スペシャルティーコーヒーっていうコーヒーになりまして、はい、コロンビアとブラジルのお豆のブレンドの、もう酸味が全くなくて、そうですね、はい、深入りコーヒーになっております。うまいわ。これからの季節肌寒くなってくるんで、やっぱ酸味よりこの苦味のね、うん、あるコーヒー、ホットコーヒーが多分皆さん飲まれると思うので、これ抜群に美味しいですよ。嬉しい。ずっしり。いただきます。うまっ。ほのかにね、甘いこのあんこと白玉のもちもち感、そしてもなかの薄いこのもなか生地なんですけど、しっかりとサクサクしてて、この栗がね2粒丸ごとこう入ってるんですけど、それによって秋らしさをより感じさせてくれます。うん、ベストマッチヒロ。まるくん、ベストマッチヒロ。クンクンしてる。クンクンしてるね。か、写真を撮る上で心がけてることというか、うん、大切にしてることってありますか？そうですね、そのご家族様の楽しい思い出を作っていただけるお店にしたいなと、はい、うんうん、スタッフみんなで思ってるんですよ、はい、そこが芯にあるんですけど、なのでそのもう楽しい思い出、幸せな思い出が生まれるお店っていうのをコンセプトに撮影してますね。今日ね、ご協力いただいたご家族もすごい自然体な、うん、ワンちゃんも含めて自然体で撮れるスタジオって本当に少ない気がしていて、素敵すぎる。ありがとうございます。本当素敵すぎる。では本日はいろいろとありがとうございました。ありがとう、こちらこそありがとうございました。本当になんか癒されました。あ、嬉しい。もう犬を飼われている方、絶対来て撮っていただいた方がいいなと感じました。嬉しい。写真はもちろんなんですけども、コーヒーをね飲みに来てもいいと思いますので、遊びに来てみてはいかがでしょうか。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来てね。